活まで考えますね。そうそう、どこのバッグですか？え？どこのバッグですか？ニールバレットっすね。ニールバレットっていうの16万ぐらいまず iPad っすね。はい、 iPad っす。これは何ギガの iPad？ 何ギガですかね、256とかですかね。あ、なるほど。そこら辺な気がしますね。 iPad と Apple Pencil。 Apple Pencil あと Mac っすね。 Mac が主にどんなことを？動画編集ですね。動画もされるんです。もうやります。マジっすか？はい、知らなかった。動画大好きなんで。動画はチャンネルとかですか？例えばインスタ？YouTube ですかね。水です。アブラシセット。コナン。あ、コナン好きなんですね。コナン大好きなんで。へぇ、超シンプル。超シンプルですね。 iPad 買うとかないんじゃないですか？あの、スペックとかですか？ん、何で悩むの？iPad、 いや、買うか買わないかって。あ、もうそこで。あ、そう。いや、でもそのやっぱ金額っすかね、どっちかというと。その当時の。あー、なるほど。10万円って、その時は多分自分の中で結構大きくて。はい。果たしてこれ買ってちゃんとイラストやるのかなみたいな。 Mac はいつ買ったんですか？ Mac は去年ですかね。去年買いました。動画編集をやりたくて。何を使われてるんですか？今一応ファイナルカットを使ってますけど。ファイナルカット、ファイナルカットちょっとあれですね、プレミアにしようかなって。あ、なるほど、はい。何で動画を撮るんですか？動画は、まあ、iPhone だったり普通にパナソニックの 4K のカメラを使ったりとか。へぇ、まあ、いろいろ使いますね。どういう系の映像が？いや、普通に今やってるやつ結構ネタ系ですね。なんていうチャンネルですか？ちょっと言えないです。それは言えないですね。まだ言えないです。わかりました。まだ言えない。タクオさんの待ち受けって何ですか？え、携帯ですか？はい。どうですか？大丈夫ですか？これはメンヘラみたいな待ち受けですけどね。めちゃくちゃ薬やばいですね。そうです。でも足、やっぱアシスタントじゃないですかね。こういう返し、僕もともと器用な方だったんで、なんかある程度食っちゃうんですよね。それがいけなかったんですよ、結構。変なプライドあって、それが多分邪魔だったんですよ。先輩にすごい言われました。プライド高いの。本当は多分厄介な後輩だったと思いますね、先輩からしたら。お二人の。僕らです。はい。僕らは一番最初の一番最初の新卒で入った美容室が、はい、一緒で、先輩後輩の関係です。すごい陰キャですけど面白かった。たまたま仲良くしたかった。思い出はやっぱ三ツ矢製麺所じゃないですか。言っちゃった。ここで結構喋れたんじゃないですか。普段テンポ全然違かったんで。今はどうですか、拓郎さんのイメージとしては。なんか変わりました？いや、めっちゃ変わったっすよ、めっちゃ変わった。暗い。ははははなんか陰まで出た。面白かったんですけどね。本当は面白いけど、はい、なんかあんまり自分出さないから。本当に友達は多分一人もいなかったんじゃないですか。いなかったっすね。少ない人間関係で深くみたいな、はい、めっちゃ元々クリエイターだったから、僕もなんか自分のなんかこういうの作ってほしいとかは全部お願いして、名刺とかもそうだし、昔からいろいろ作るものは全部お願いしてた。なるほど。それなんか昔からクリエイター活動みたいなのはよくされてたんですか？なんだろうな、活動っていうか、誰かが困ってたら助けるぐらいの感じです。名刺デザインを作ってあげて。自分で全部やっちゃうんですか？そうですね、やっちゃいます。めっちゃ頑張ってますね。いつ寝てんだって感じですね。自分も美容師して、で、もちろんインスタのイラストも描いて、でプラスまた別の仕事をしたんですけど、いつ寝てんの？深夜のあのミッドナイト
ットな瞬間ってすごいいいあれが降りてきやすいんですよね。昼間よりかはなんか自分がこう入り込めるっていうかいいイメージを下ろせるんですよ。だからアドレナリンめっちゃ出ちゃうんですよ。だから寝れないんですよ。基本作品書くときってその時間帯なんですよ。あんまり昼間に書くことはそんなになくて、特にそのストーリーもの作ってる時とかはその時間帯にやるのが一番自分の中では満足して書けるかなっていうのはあります。次の時は次どうする、何する、次あんまり何も考えてないけど、なんか結構ビジョンとか聞かれること多いけど、うん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 、あんまり設定したくないのみたいな。まあね、うんうん、なんでなんで、いやでそれが上限になっちゃうから、うんうん、上限を設定してるの、うん、まあ、ある程度ざっくりしたものはあるけど、うん、今やった結果が未来を作ってくる。なんかさ台本あるかも。もっとプライベート感出してほしいなって思うよ。そうね、うん、もっとプライベート感出してほしいよ。好きな食べ物は何ですか。プリンです。プリンめっちゃ好き。カスタードクリームがめっちゃ好きだから、うん、シュークリームとプリン、うん、めっちゃ好き。好きな女性のタイプは猫っぽい人。僕の人生をね、多分一番変えた出来事って離婚だったんですよ。本当に自分の中で一番大きな出来事だったんですよね、その人生の中で。それで人生観とか価値観とかもうガラッと変わりました。僕の離婚結婚してたんですけど、バツイチなんですけど知ってます？そうなんだ。家に帰るの本当に怖くなるぐらい、うんうん、本当にやみすぎてて、うん、当時はもうもうなんだろう、離婚するどうのこうの、うん、あれでもうやみすぎて自殺まで考えました。言ってましたね、うんうん、あれですね、性格のピッチですね。よくある、よくある、本当に性格のピッチです。まあ僕もそうだし嫁もお互いに結構、まあ、自分のことでいっぱいいっぱいだったのかなっていうのがあって、まあ、お互いに余裕がなかったっていうのがあって、うん、そこから亀裂が生じて、もう日々すれ違いの日々、毎日喧嘩とかしてて、うんうん、家帰って朝の5時ぐらいまで喧嘩して、うんうん、寝て朝の8時ぐらいに家出てそこから仕事してみたいな、そんな毎日で帰宅恐怖症みたいな、うん、なっちゃって、うん、わざと終電まで待ったりとか、うんうん、わざと終電逃したふりしたりとか、結局人は人、自分は自分みたいな考え方になるし、そこからなんかこう這い上がるきっかけとなったものとかはあるんですか？這い上がるきっかけ、ああ本当にその時期がちょうど僕が26の年がもう人生でどん底だったんですよね、僕の中で。多分あんなにどん底になることってなくて、離婚するってなったんですけど、離婚成立するまでにそこから1年間かかってるんですよ、うん、裁判、うん、やったりとか調停離婚なんで、うん、ようやく離婚が成立して、うん、でそれで割とすぐ iPad 買いましたよ、うん、めっちゃ悩んだんでしょ。悩みました。10万だったっけ、その10万が、はい、11万です、ね、悩んで11万悩みましたね。何時間悩んだ、買うかってなってだいぶ悩んで、めっちゃ悩んで買ったんですよ、うん、イラストレーターやりたかった、うん、そっからっすね、ね、うん、そっからかな。それまでの自分はどんな人間だったんですか？優しさとかは、いや僕すごい多分短期だったんで、後輩とかもう先輩とかにもそうするけど、自分の感情だけでなんか当たったりとかしてましたね。マジっすか。嫌なやつでしたね。後輩からも先輩からも。今思えば。今思えば。本
基本的になんかみんなが A って言ってたら僕は絶対 B っていうタイプなんで、あの相当変わり者ですからね。絶対人と同じことしたくないんです。みんなが読んでる漫画とか世間でなんか流行ってる漫画とかなんかいろいろあるじゃないですか。そういうの絶対読まない。なんか流行りに乗るのが嫌なんだ。じゃあ今でもそれはあります。あります。なんか王道行きたくないですよ、はい、なるほど。一番最初の絵とか残ってます？あ、残ってますよ。あのインスタの一番遡るあれが始まりでしたね、うんうん、へえ。なんか急に降りてきたんですよね。だんだんモヒカンになったもん。そう、最初モヒカンじゃなかった。だんだんモヒカンになってたもん。全然普通になんかシュッてジェットモヒカンみたいな感じしてた、うん、で、だんだん服がピタッとしてきたよ。だんだん175のマッチョぐらいになってこなってきたね。175ぐらいのマッチョになってた。そう常に邪道でいたいんだ。じゃあ今もその邪道を極めるためになんか続けてることとかありますか？見てるものとか。おー、邪道ポイント。邪道ポイントじゃあまあだからそのインスタも一つでもありますよね。よしみんなヘアスタイル載せるけど自分は絶対ヘアスタイル載せないと思って。確かにストーリーでも出てこないですよね。ストーリーですら出さないですけど絶対ヘアスタイル出したくない。みんながやってる。僕はね常に1割でいきたいというか。これもあのまあウルトラのクリームにパウダーをちょっと混ぜてください。おしゃれですね。これ高尾さんがデザインしていただきます。さすがです。さすがです。さすがのデザイン力ですね。でこれをよく混ぜて、はい、で、お客様の地肌からもしっかりと、はい、もう塗布していきます。なるほど。基本的に全、うん、大体全部の髪質の方をカバーしてますね。仕上がりは結構しっとりめです。サラサラ。サラサラツルツルって感じです。工程としては塗布をして自然放置、はい、ラップターバンで15分置いていただきたいですね。でカラーと同時に施術ができるので、あの今結構やっぱ走ってるトリートメントよりもあの時間短縮はできます。なるほど。カラーとする際はどっちが先の方が望ましいとか、はい、カラーを先にしてその上から特殊できます。あー、なるほど。じゃあ抜けとかはないんですね。抜けとかはないですね。素晴らしいです。6回、7回目ぐらい。いや、4回目ぐらい。あ、4回目だ、これ。まずそんなにやってたんだ。すごい。システムトリートメントと、併用ができるんですよね。あ、そうもっとさらに上のランクでやりたいってなったら、その店舗で使ってる、まあ、特許だったりとか、そういうのをプラスでやったりとかできるので、まあ、正直全店、全サロンで使っていただけるような感じです。お疲れ様でした。気をつけてこれからも頑張ってください。もっとあれだよね。もっとあるよね。もっとあるよね。もっとあるよね。じゃあ僕がまず和也さんに言いたいことがあるんで。あ、いいですか。お願いします。僕、スタイリストになって、
まだ卓を始める前ですね、イラスト始める前に、あの俺ってめっちゃ変わってるじゃないですか、だから周りからめっちゃ変わり者扱いされて、あんまり好かれることってなかったんですけど、周りから結構煙たがられて、でも和也さんだけはずっと見放さないで、ずっと僕の面倒見てくれてたんですよ。そのおかげで今の僕があるのかなっていうのもありますね。照れるな、なんか。そうだね、普段こんなこと言わないですけど、言わない。和也さんだけ僕の持ってるもの、僕のうちに秘めてるものを、なんか見抜いててくれて、すごい評価してくれてたんですよ。で、お前はすごいからっていつかは花咲くからってずっと言ってくれて、全然つぼみすら全然大丈夫、お前にはいいものがあるから絶対花咲く時が来るからって言って、ずっと見放さないでずっと面倒見てくれてたんですよ。こんなダメダメな僕本当にありがとうございます。いやいやいや、なんかこうなると思ってました、だからちゃんとこれからも今まで通りなんかこう、みんなを楽しませる、楽しませたいです、笑って、めちゃくちゃギバーのタイプなんで、やっぱり与えたいです、僕が作った何かで、幸せになってほしい、幸せになってほしい、もうなんか楽しんでほしいし、感動もしてほしいし、いろんな感情を与えたいです、これからのイラストレーターとしての目標とかですか？あ、イラストレーターの目標、はい、本当だったら超大作な漫画を描きたいと思うんですけど、めちゃくちゃ長編な漫画を描きたいですけど、物語を作るのが好きなんですよ、話を作るのが好きなんで、漫画を描きたいけど、ただ今言い訳ですけど忙しすぎて描けてないっていう現状なんですけど、いずれはでも描きたいなって思います。なんなら映画化まで、昔あったじゃないですか、カリスマ美容師ブームで、はい、もう一回その中高生がなりたい職業ランキング1位を美容師にしたいなみたいなのもあるんで、それはでもちょっと夢っちゃ夢ですけど、やってみたいなって感じ。